今後伸びていく市場だなと思ったのと、うん、と市場ぐらいアドバイザーが営業に集中できる環境が整っているかなっていう職の強みを生かすっていうケースは非常に多く多いです、ね、入社した後に得られるものは非常に大きいかなと思います。はい、皆さんこんにちは、トップシのサスケです。ということで本日もスペシャルゲストに来てあります M&A 総研の増田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。エースと噂のいい自分では言えないと思いますけどちょっと裏でいろいろ聞いてましていい、ということで来ていただいてるんですけども、じゃあまずは、ね、簡単にすみません自己紹介をお願いしますでしょうか。はい、企業情報第11部部長の増田と申します。本日よろしくお願いいたします。お願いします。早稲田大学卒業後、新卒で株式会社キーエンスに入社しまして、うん、約3年ほど働きまして、うん、2021年の1月に M&A 総合研究所に転職しまして、うん、今2年と3ヶ月ほど在籍しているような形で今に至ります。なるほど。現在ご年齢は？年齢は27です。27歳。はい、なので25歳ぐらいの時にM&A 総研さんの方に移ってこられた。そうですね。キーエンスから M&A 総研ということで、まあこの営業のど真ん中を走ってると言いますかすごく輝かしい経歴かなと思うんですけども、今日はそんな増田さんに前職のキーエンスさん、まあ、なぜ辞められたのかっていう話から、まあ、現職の M&A 総研さんでの仕事内容だったり魅力っていうところを、まあ、徹底的に深掘りできたらなと思ってますので、まあざっくばらんにお話いただければと思います。はい、そもそもなんですけど、まずキーエンスさん選ばれた背景ってどんなところですか？はい、新卒の時に正直に言うとあんまりやりたいことっていうのは決まってなくてですね、はい、うん、ただ成長できる環境に、うん、まあ、身を置きたいっていうことが一つと、うん、あともう一つはもう率直に給料の高い会社に入りたいということがあったので、はい、まあ、その2点でキーエンスを選んだという形ですね。なるほど。まあ、あの今でこそそれこそ M&A 仲介業界の会社さんが平均年収ランキングってすごい上に来てると思うんですけど、はい、やっぱ当時とかってキーエンスなんてまあ1位とか報酬にといえばキーエンスみたいな感じでしたね。キーエンスではどんな仕事でした？キーエンスではずっと営業なので、うん、私は千葉県の、うん、まあ、食品会社さんをメインに担当してまして、うん、もう毎日車で回って、まあ、メーカーのいわゆる営業機械を売るっていう形ですね。なるほど。ちょっと下世話な話ですけど、成績はどうだったんですか？成績はですね、あの、まあ、恥ずかしながらこうトップでしたみたいな感じではないんですけれども、はい、大体まあ上位3割ぐらいには入ってたかなぐらいの感じですね。まあ、可もなく不可もなく、まあ、ちょっと上ぐらいの感じですね。でもその営業の猛者が集まるキーエンスで上位3割ってことは、まあ、世間で見たら、まあ、かなり上の方といいますかっていう感覚はあったんじゃないですか？やっぱりレベルがものすごく高いので頑張って湧いたかなと、うんうん、まあ、自分でも思いますね。うんうん、はい、ありがとうございます。でそんなキーエンスさんで、まあ、千葉を中心に営業されたと思うんですけど、はい、こう辞めたきっかけはどんなところなんですかね？辞めたきっかけはですね、はい、キーエンスってまあものすごく、まあ、今でもいい会社だったなと思ってまして、うん、マイナスな要素は一つもなくてですね、うん、千葉県の、まあ、私食品会社をメインで担当してたんですけれども、うん、こう毎日回っていると、うん、オーナーの方と話をする場面が非常に多いんですけれども、はい、その中で廃業してしまった会社さんだったり後継者がいない会社さんをたくさんこう見てきて、はい、うん、M&A のまあニーズっていうものはものすごくあるんだなというのを当時から感じていたので、うん、まあ、今後伸びていく市場だなと思ったのと、うん、まあ、M&A っていう仕事のまあ社会的意義みたいなところもかなり大きいかなと思ったので転職を決意したような形ですね。うんうん、じゃあくまでそのキーエンスの仕事の中で現場を見てきて自分が感じたニーズをまさに体現している業界とおっしゃる通りですねいうところに身を移したということで、まあ、かなり自然な転職というか、そうですね、すごいその本質的ななんかキャリアチェンジかなというふうな、そうですね、気がしたんですけど、はい、でもとはいえどうですかね、そのキーエンスさんってまあ年収高いというところで辞めるのめちゃめちゃ勇気いるなと思うんですけど、そこはなんか悩みとかなかったですか当時は？正直言うと多少はあったんですけれども、うんうん、まあ、ただ M&A っていう業界ってもちろん結果を出さなければキーエンスよりまあ収入が下がってしまう可能性もあるんですけれども、はい、結果を出せばしっかりとまあ自分に返ってくる仕事なので、うんうん、まあ、頑張るしかないかなと思って転職したっていう感じですね。って言って覚悟はできて転職はできてましたね。はい、うん、じゃあここからだんだんと総研さんの話に移ると思いますけど、はい、そもそも転職活動の際にどういう企業さんを他に見ていて、なぜ総研さんに決められたのかというとどういう感じですか？そうですね、もう業界は M&A に完全に絞っておりましたので、はいはい、M&A の業界しか見てませんでした、うん、でその中でやっぱり M&A 業界上場している会社も何社もありますので、うん、幅広く見たんですけれども、うん、まあ、その中で M&A 総合研究所に決めたという形ですね。うんうん、先ほどの話で M&A 仲介の会社に絞ったっていうところはなんか理解できたんですけど、はい、まあ、やりたいことだったりとかニーズ起点で、まあ、ここだと、はい、だけどもその中でこう総研さん選ばれたっていうのは当時って上場前ですよね。そうですね、上場前そうですよね。で多分業界1位でいくと日本 M&A センターさんがいらっしゃったりとか、は
他にも候補あったと思うんですけど、こう決め手は何だったんですか？決め手はですね、私 の、 まああの周りでも M&A 業界に転職する方って非常に多くいらっしゃいまして、うん、まあ、それこそこうキーエンスから M&A の仲介会社に行った人も幅広くこう見てきたんですけれども、やっぱりこう入社して活躍できる場がちゃんと環境としてあるかどうかっていうところにまあ重きを置いておりまして、うん、他の仲介会社様、あの各社素晴らしい会社様なんですけれども、うん、大きければ大きいだけ、うん、既得権益があったりだとか、うん、まあ、いろんなこうしがらみがあったりする中で、はいはい、まあ、M&A 総合研究所、まあ、面接受けて話をこう聞く中で、成長途中の会社だったっていうところと、既得権益もなく非常に快適に働ける環境が整っているかなと思って、うん、M&A 総合研究所に転職しました。ありがとうございます。この中でこう決められて実際入社されて、今はどんな仕事をされてるんですか？そうですね、今は企業情報部という部署におりまして、うん、毎日基本的には売り主様とお話をして、うんうん、じゃあこういう先どうですかと提案をさせていただいて、まあ、買い手の企業様とマッチングさせていただいてという形ですね。ありがとうございます。ズバリ聞いちゃいますけど、はい、収入面はどのように変化されたんですか？そうですね、収入面に関しましては、はい、先ほどお伝えしたようにやっぱり1年目とかはお客さんを持ってない状況なので、うんうん、確かにキーエンスの時よりはこう下がってしまう形にはなったんですけれども、うんうん、まあ、2年目3年目ではキーエンスの時の年収を、まあ、はい、あの大幅にありがたいことに上回ることができました。キーエンスを大幅に上回るっていうのはかなりすごい額だと思うんですけど、ちょっと表現は任せするんですけど、なんかどんぐらいみたいなのありますか？皆さんご視聴いただきありがとうございます。今日の動画で M&A 総合研究所に興味を持った皆さんに朗報です。今回特殊商社限定で処理選考が免除になります。応募上の注意点をよく見て概要欄から応募いただければと思います。皆さんのご応募お待ちしてます。そうですね、今年で言ったら、はい、まあそうですね、キーエンスの5倍以上ぐらい、5倍ですね。まあ、頭のいい皆さん計算すれば分かるんじゃないかと思うんですけど、とてつもない額ですね。そうですね、ありがたいことに。なるほど、なるほど。一回やっぱりこう成功体験詰めると、やっぱり今後の数字にも自信持てるものなんですか？そうですね、私も未経験で入った身なので、うん、最初は不安もあったんですけれども、うん、まあ、1件2件とこう件数積み重ねていくうちに、うん、どういったものかもこう分かり始めて、うんうんうん、なんとなくこれぐらいはこう頑張ればできるだろうなみたいなところも見えてくるので、うん、自信にはつながりますね。ということで、まあ、年収爆上がりしたわけですけども、生活の仕方変わりましたか？結構、いや、多分求めてる回答はちょっとできないかと思うんですけど、あんまり変わってなくてですね、はいはいはい、欲しいもの買ったりだとか、はい、まあ、車を買うだとか時計を買うだとか、うん、そういったことはあるんですけど、うんうんうん、ド派手に使ってますみたいな感じではなく、はい、まあ、欲しいものを、まあ、買えるようになってきたかなっていうようなところですね。じゃあここでちょっと増田さんの言葉を信じてそういうことにしておきましょうか。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。で、ちょっと また真面目な話に戻りますけど、なんで総合研究所さんって私の認識だと上場までがめちゃめちゃ早かったのもそうですし、はい、伸び幅やばい、利益もめちゃめちゃ出てる、でとにかく優秀な人が集まってるみたいな印象はあるんですけど、増田さんから見た魅力ってどんなところにあると思います？はい、魅力としてはアドバイザーが営業に集中できる環境が整っているかなというのが第一ですね。まあ、全面的に弊社の方で打ち出している、まあ、DX 化だったり、まあ、AI を使ったマッチングといったところで、かなり他の仲介会社だったり、まあ、営業会社だったら営業マンがやらなくてはいけない事務的な仕事は営業担当がやらなくていい環境が整っているので、本当にお客様との時間をたくさん取れる環境があるので、それが今の成果につながっているのかなと考えております、うんうんうん、そこの仕組みってまさに相模社長とかが、はい、おっしゃっている、まあ、IT とか AI の活用っていうところがやっぱり他社との差別化っていう部分なんですけど、働いてるとやっぱりそこはすごく業務効率めちゃめちゃいいなとか、すごく働きやすいなとか感じるっていうことですかね？感じますね、そこは本当に、はい、うん、本当に営業の大事な部分に集中して業務に取り組むことができるからこそ、さっきの増田さんの成績も出たというところも仕組みのおかげもあると、そのおかげかなと思っております、はい、ありがとうございます。一方で増田さんだからこそできたこともあるのかなと思ってるんですけど、なんか今までの培った経験とかで、こういう経験今総研さんで生かせてるのとかってありますか？前職の経験でいうと金融系ではなくメーカー出身、うんうん、で製造業の会社、まあ、特に食品会社さんとか、うん、そういったところメインで入ってましたので、うん、製造業の中身に関してはかなり理解のある方かなと思っておりましたので、はいはいはい、私が入社してと一番最初に契約をいただいたお客様なんかはまさに製造業の会社様で、まあ、いろんな仲介会社様からコンタクトがあったんですけれども、うん、まあ、こう一番製造業のこと分かってそうだから、うん、まあ、君にお願いするという形で、まあ、ありがたいことに制約までお手伝いさせていただいたような形なので、うん、そういった前職で、まあ、製造業の現場だったり会社を多く見てきたというのは非常に、まあ、強みかなと考えています。
ある意味業界知識と呼べるものかもしれないんですけども、 それってキーエンスさんもちろん今ので十分多分経験知識活かせるなと思ったんですけど、はい、例えば金融系とかから転職する人も多いと思うんですけど、はい、そういう方々はやっぱり金融の知識を生かして金融系の案件をうまく回したりとか、そういうのはやっぱ動きとしてあるんですか？そうですね、ありますね。やはりこう前職で、まあ、例えば金融やってた方はまあ金融系だったり、不動産やってた方は不動産の会社様を担当したりだとか、そういった前職の強みを生かすっていうケースは非常に多いですね。この仕事してて良かったなとか、楽しいなとか、面白いなと思える瞬間ってどの時ですか？非常に大変な仕事ではあるんですけれども、やっぱりM&A ってこう売りたい会社さんと買いたい会社さんで、はい、100% 納得しないと成立しない仕事ではありますので、成立した時って絶対にこう感謝される形になるので、成立してこうオーナーの方から、まあ、本当にまあこれで一安心だとか、君に頼んでよかったとか、そういったことをおっしゃっていただけると、まあ、非常にやりがい感じますし、まあ、次も頑張ろうかなという気持ちになりますね。ありがとうございます。制約の件数って多分一般の営業に比べると多くはないと思うんですけど、はい、やっぱり一つ一つも多分達成感も半端ないと言いますか、そうですね、そこまでの長い期間を経てクロージングしてっていうことなので、はい、まあ、そこで得られる喜びだったりも、まあ、かなり大きいと。そうですね、おっしゃる通りです、ね、うん、ということで、まあ、マサさんも立場も部長ということで、はい、多分対応する側でありマネジメントする側の立場かなと思うんですけど、はい、どういう人と働きたいですか？前職何してたかとか、そういったことはあまり問わないんですけれども、営業職でまあ勤務の経験があって、M&A の業界ってちょっとこう華やかに映るイメージもあるかと思うんですけれども、実際はまあ入社してすぐとかってこうお客様がゼロの状態でスタートするので、泥臭くこう自分のお客さんを獲得していく動きだったりも必要になってくるので、労働量をしっかりやれるまあ営業経験のある方が向いているのかなと思いますね。じゃあ結果出されてる方もおっしゃってた通り、はい、すごいエリートのイメージもあるんですけど、じゃなくてやっぱり行動量をしっかり確保できる方とか頑張れる方っていう方が活躍されたりするんですか？おっしゃる通りですね。あ、はい、そこはもしかしたら視聴者の皆さんがちょっと意外かもしれないですね。そうですね、多分だいぶこう外から見るイメージとは違う部分も、まあ、正直あるのかなと思いますね。こうやってそのやはりこう金融出身者とか、マサさんみたいなキーエンス出身みたいな、はい、本当にその営業 の有名どころの方しかチャンスないのかなみたいなイメージがあったんですけど、はい、そんなこともないんですかね？そんなことは一切ないですね。本当に今だと、まあ、幅広い会社からご応募いただいて採用させていただいているので、自分の会社だとこう今のところいないから難しいかなみたいなところはまあ払拭して自信持って受けていただけたらとは思っております、スキルセットの求められない営業力、そうですね、はい、それ以外は結構マインドセットだったりとか、まあ、人柄の部分の方が大事というかもしれない。おっしゃる通りですね、はい。で、加えて入るとやっぱりこう M&A 周りの知識がついたりとか、はい、経営者視点が身についたりとか、やっぱり営業からいろんなスキルの広がりが感じられることができるわけですよね。そうですね、はい、入社した後に得られるものは非常に大きいかなと思いますね、ありがとうございます。ということで今日お話盛りだくさん聞いてきたんですけども、はい、実はですね、増田さんに今度1日密着をさせていただく予定でして、はい、まあ、今日業務内容の細かいだとかあえて突っ込まなかったんですけど、まあ、その当日密着させていただくときに、まあ、実際のアポどうやってるのかとか、まあ、仕事の流れとかどうなのかとか、はい、動きもつけてちょっと一緒に深掘れたらと思ってますので、はい、その際はぜひよろしくお願いします。はい、皆さんも楽しみにしてください。で、本日の動画は一体ここで締めたいと思うんですけど、今回の動画で M&A 総研さんに魅力を感じた方とか興味持った方ですね、ぜひ概要欄の方に専用の応募フォームを貼っておきますので、ぜひこちらから応募いただければと思います。積極採用中ということで、うちの商社も優秀な方多いので、はい、応募してくれるかなと思いますので、はい、はい、ぜひ皆さんもこの機会に M&A 業界、引いては M&A 総合研究所さんに興味持った方はぜひ応募いただければと思います。はい、最後に増田さん、一言、視聴者の皆さんにメッセージいただいてもよろしいでしょうか。はいはい、ここまでさまざまお話しさせていただいたんですけれども、まあ、M&A にこう興味があって、まあ、成長できる環境に身を置きたい方であれば、非常に幅広く門は開いておりますので、ぜひ積極的にご応募いただけたらと思いますので、お待ちしております。ありがとうございます。じゃあ本日は増田さん、お時間いただきありがとうございました。ありがとうございました。それではまた皆さん、次回お会いしましょう。See you next time. Bye bye. 皆さん、ご視聴いただきありがとうございます。今日の動画で M&A 総合研究所に興味を持った皆さんに朗報です。今回特殊視聴者限定で書類選考が免除になります。応募上の注意点をよく見て概要欄から応募いただければと思います。皆さんのご応募お待ちしてます。